こんにちは、Fスターの丸山です。みんなレイってアイドル知ってます？今回ね、アルバム出たんですよ。カメリアかな、はい、合ってますかね、これ読み方、はい、っていうね、3枚目ですかね、アルバムが出たんですけど、これがね、ちょっとびっくりする感じのアルバムになってまして、マジかと思ってね、いろいろ調べたらね、その人が曲書いてんのみたいなアイドルになってました。これびっくりでしたね、かなり。あとメンバーの内山さん、はい、この人がちょいちょいなんかツイッターというかブログでね、新旧問わずね、用法問わず、オルタナの名盤のレビューを書いてるんですけど、そこ出すのみたいな感じのレビューをやってるんですよ。ブッチャーズとか、ロストエイジ、まあほんと邦楽だとその辺いろいろあるし、あとまあマイブラもあるし、フガジもやってたり、マジで俺 っていうね、そんな田舎にねオルタナの音楽聴く女の子いるのっていう感じで結構ざわざわしてたんですよ、うちの周下界隈がね、っていうのがありまして、ちょっと調べたら結構面白いなと思って、ということで今回はね、オルタナティブロック視点で見たレイの解説でございます。レイはですね、2019年からね、活動してる、アイドルグループらしいんですけども、もともと、ドッツっていうアイドルから、こう、派生してできたような、アイドルになってるそうですね。ドッツも、もともとちょっとね、面白いアイドルいるぞ、みたいな感じでね、いろいろ言われてたアイドルだったんですけど、まあ、解散してたんですね。ちょっとそれも知らなかったんです。すいません。何がすげえのかっていうと、基本的に周芸をやってるっていうところ、ポストハードコアとかエモか、はい、その辺のなんだろう、匂いも感じるっていうところで、めちゃくちゃ面白いじゃんと思ってね。もともとベビーメタルがね、ヘビメタでね、こう出てきたってところで、このロックのジャンルとアイドルを掛け合わせるみたいなものが、まあちょいちょい流行ってましたよね。でそっから派生して、排水のなさの人が曲を書いて、ポストロックのアイドルみたいなものもなんかあったんですけど、それもあったりして、で今回というか今になってシューゲイザーのねアイドルが、できてるという感じでございますね。で曲書いてる人がねすごいっす、マジで。まずリンゴデススターのエリオットですね、この人が書いてるんですけどっていう、リンゴデススター結構日本来てくれてたっすもんね。そういうのもあってからなのか曲を書いてると。で曲自体もリンゴデススターの時のかなりノイジーなね感じ、あとマイブラを彷彿とさせるような、アーミング奏法みたいなところですね。あそこは結構抑えめにして、でも周下っぽいノイズみたいなものはしっかりなってる曲になってましたね。で他のレイの曲は、まあ、しっかりボーカル聞こえるんですけど、やっぱリンゴデススターの書いた曲は、しっかりボーカルが埋もれているという感じになってますね。これも、やっぱこだわりポイントなのかなと思ってしましたね。あと元座禅ボーイズのね吉田一郎ですね、この人も書いてますね。テストって曲ですね、この人の曲もいやー面白いっていうか、あのソロ、吉田一郎のソロのアルバムが出てるんですけど、座禅ボーイズ4をかなりテクノだけども肉体的なグルーヴみたいなところにフォーカスして作ったアルバムなんですけど、それっぽい曲調になってますね、しっかり、うん、ちゃんとその人が出てるなと思ったりしました。あと日本の周下界隈で言うとね、クライフの畑さんですね、クライフインザベッドルームの畑さんもう曲なんか結構書いてますね。もう毎回やってるみたいな感じで曲書いてるんですけど、あとねフォートレシーハイドの、菅さんもやってたりとか、もうメインでレイの曲をかなり書いてるそうですね。はい、いやこの人ってか、この人ね本当にねうまいんですよ。もともとフォートレシーハイドもまあ最初ね菅さんが歌ってたけど、その後のまあラブリーサマーちゃんも一時期いたんだっけな、女性ボーカルを入れてからのシューゲイザーと青春の甘い感じと女性ボーカルっていうこのミックスがめちゃめちゃうまくて、この人でエイプリルブルーってバンドがやってるんですけど、それもシューゲイをもうちょっとこの聞きやすくした、まあドリームポップみたいな感じですね、ペインズみたいな、はい、感じです。イメージ的にざっくり言うとね、その切なさ甘さみたいなものを、詰め込むのがめちゃくちゃうまいんですよ。だからそのアイドルとの相性っていうのがもうそもそもいいっていうところです。もうこれはめちゃめちゃ納得で、すごいいい曲になってますね。はい、日本の周芸の人たちがもうがっちりサポートしてるアイドルになってますね。それは聞くよねって感じですね。でこっからはね新譜、まあ、先月出てたんですけどカメリアですかねの話をしていこうと思うんですけど、でこのジャケットもねピンクの花っていうのもこの甘美な感じがね、周下味を感じるし、やっぱお花ってところでそのライドのねスマイルっていうミニアルバム、これも
花なんですよ、ジャケットが。ライドからのね、引用なのかなとも思ったりしましたね。クライフの畑さんが書いた、秘密が痛いよですね。この曲が疾走感がある。でも、周下なのか。周下と、エモのこの中間みたいなところを行くような曲になってて、サビのねコード進行とかめちゃくちゃエモいんですよ。はい、これが良くて、アートスクールだな。うん、アートスクール好きな人とかめちゃくちゃハマるような曲なんじゃないかって感じがします。1曲目とかね、まあ、っていうのがあったり、あとマジで衝撃なのがダウニーの青木ロビンですよ。この人が曲書いてんすけど、火曜日の雨っていう曲なんですけど、まずえって感じじゃないですか。え、青木ロビン曲提供すんのみたいな感じがめちゃくちゃもう最初聞いた時あって、で曲聞いてみたら、いやいや、うん、ダウニーじゃんっていうね、うん、ダウニーの新曲じゃんこれって感じがめちゃめちゃありましたね。もうそれでめちゃくちゃテンション上がっちゃいましたね。これはすげえっすよ。レイのねメンバーの人たちが歌ってるんですけど、もう全然あの青木ロビンで再生されちゃうもはや、うん、でこの曲はね、弾いてるミュージシャンがえげつないんですけど、まずドラムボボさんですね。ボボさんはもう54の71で、もうあの3点しかドラム置かないでやりまくる、そのスッカスカのハードコアっていうね、名目でやってたバンドなんですけど、で今みやびとかやってたりとか、 M ステ出た時の椎名林檎で後ろで叩いてたりしたかな、はい、前にねっていうのもあったりして、まあ最高ですよボボさんのドラムはね。で、ベース中堅、はい、もうこの二人で告白でしょ。でギターはね健吾松本です。ノベンバの健吾松本、はい、だからここその極悪なリズム隊に対してギターはちょっと周下寄りっぽい人を連れてきたなと思ったりしました。まあ周下寄りっつってもこの人もう超とんでもギタリストだと思うんですけど、もうダンニーじゃんってしか思わない、なんかギターのリフみたいなのが入ってるんですけど、これは青木ロビンが弾いてるそうで、もうその音出したらもうダウニーだよって音のギター出してますね。はい、いやーもう超変拍子で超暗くて、これで踊れんのかって思ったんですけど、あのなんか映像見たら普通に踊ってて、いやすごいなと思いましたね。であとカモネっていう曲も青木ロビンが書いてるんですけど、こっちの方はかなりエレクトロな曲になってますね。ただもうやっぱこのアルバム通してこの2曲はめちゃくちゃ暗くてすげえ浮いてるっていうか、そのかなり突出してますね。やっぱもう青木ロビンでしかないっていう感じでしたね。あとやっぱこの2曲ね、やっぱボーカルのボリュームがね低いんですよね。やっぱり埋もれさせたいんだよな俺たちって感じがかなり感じましたね。いやめちゃくちゃかっこいい。まずこれだけでも聴いてほしいなと思いますね。あとね、フォートレーシーハイドのマブさんが書いた読書日記って曲があるんですけど、これ完全にポストハードコアじゃんっていう感じですね。芥川っぽいんですよ、めちゃくちゃ。芥川が結構三拍子の曲が多いと思ってるんですけど、僕。三拍子で押してくエモ曲みたいな感じで、ギターも超でかいし、サビでスローになって、このスケール感みたいなものが見えたりとか、感想をね、このリフ決めとかで押していく感じも芥川っぽいなーってめちゃめちゃ思ったりしてて、この読書日記って曲も僕としてはかなりおすすめだなと思ったりしてます。ため息を探してっていう曲が最後に入ってるんですけど、この曲がね、まあ、これもね、クライフの畑さんが書いてるんですけど、まあ歌メロは、普通に J-POP バラード曲になってるんですけど、後ろの音が完全にシューゲイザー、まあライド寄りかなって思ったんですけど、感想なんかねストリングスみたいなのがね入ってくるんですよ、はい、リードものみたいな音が入ってくるんですけど、それなんかめちゃめちゃ聞いたことあんなと思って、なんかいろいろ考えてったら、これフリーティングジョイズじゃないと思ってね、マグニフィセントオブリビアンのあのイントロのあのシンセの音っぽい進行っていうかしてて、あやっぱシューゲだこれと思ってねっていうのを思ったっていう話です。はい、まあ、今作がめちゃめちゃおすすめだと思います。僕は1曲目の秘密が痛いよで、あの青木ロビンが書いた火曜日の雨ですね、これはまず聞いてほしいっていうところで、グリーンってアルバムに入ってるテスト、これが、吉田次郎が書いた曲になってます。でピンクってアルバムに入ってるメテオですね、これがリンゴデススターのエリオットが書いた曲になってて、この4曲ですね、これをまず聞いてもらって、でそっから、入っていくでもいいと思いますね。はい、という感じです。よければコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。X だったり、サブスクでデモ音源ですね配信してたりしますんで、よければ概要欄の方からチェックお願いいたします。それじゃあまた。